Hello， 大家好，我是江德。今天的影片呢，是要由文当来帮我的化妆配音。其实我有点担心，不知道他会讲什么，因为他有可能会讲我的坏话。啊，那就开始吧。はい、皆さんこんにちは。我是文当です。本日はルーちゃんの化粧動画の、紹介ということで張り切っていきましょう。まずルーちゃんは何やら爪を切った後の残りみたいなのを使ってますね。パチンパチンって切った後の残りね。つか化粧ってハサミ使うの。それは目の上にシールみたいに貼り付けてますね。ペタッと貼り付けましたね。俺だったら違和感でずっとイライラしそうだな。だって一日中目の上についてるわけでしょ。いや女の子って大変だな。綺麗に二重なりましたね。はい、続きまして、何やら化粧水みたいなの取り出しましたね。それを手の上に出してってなんかマヨネーズみたいやね。そのマヨネーズを、なるほどね、顔に点を作るように至るところにいろんな箇所につけていってますね。なんか自分でジンマシン作ってるみたい。ジンマシンって。それをスポンジでどんどん、顔に塗ってますね。そうやって毛穴隠してるのかな。それをまんべんなく、顔に塗っていきますよと。はいはい。鼻かゆかったのルちゃん。そりゃマヨネーズ顔に塗ってたらかゆくもなるよね。いつまで塗ってんだよ。はい、続きまして、ザスタイル、ザスタイルを取り出しました。これもさっきのマヨネーズみたいなやつかな。なんつうかマヨネーズばっかり言ってるとなんか怒られちゃいそうだな。すいません。それとさっきと同じように、顔に塗ってますね。でもなんかさっきより味の濃いマヨネーズみたいな感じですね。なんか色が濃い気がするってまた言っちゃったな。それをまたスポンジで塗ってってますね。すごいな、何度も何度も塗っていくんだね。日本の串焼きとかだったらソースの二度漬けは禁止やとか言ってるところもあるけど、化粧は何度塗ってもいいんだな。てかめっちゃ白くなったな。でもこれ塗るときに目に入りそうで怖いっすね。毎朝なんかこの恐怖と戦わないといけないなんて、なんか朝から疲れそうっすね。というかめっちゃ顔と首の色変わってるやん。たまに首の色と顔の色が違いすぎる女の子っていますよね。だってなんかいろいろ塗りたくってるってことなのかな。っていうかいつまで塗ってんねん。またコメント続かねえわ。はい、続いては、取り出しました。ワックスみたいなケースに入ってますね。ってワックスつけねえか顔に。ケースの中身は片栗粉みたいなもんですね。なんか料理教室みたいになってきたな。それをさらに顔につけていきますよと。いやーこれ以上ルーちゃん白くなっちゃったら歌舞伎役者みたいになっちゃうね。みたいなね。でもあのスポンジめっちゃ柔らかそう。いや気持ちよさそうだな。今度やってもらいてえな。いやでもこれ綺麗に塗らないと顔中粉だらけになっちゃって変になっちゃうね。いやだからあのスポンジで塗ってるんだ。いやー大変だな。はい、雪見大福の完成ですよと。はい、続きましては、トリプルかな、トリプルを取り出しました。一体何が3つなんでしょうかね。なるほど、眉毛描いてるな。眉毛の色を茶色くするやつかなこれ。そういえばなんか女の子ですっぴんで眉毛ない女の子っていますよね。尺短い。はい、小さいケースを取り出しましたね。濃い茶色と肌色がありますね。なんかチョコレートみたいで美味しそうだな。でその中間をこすってどこにつけるかというと、鼻の付け根、こうやって鼻を高く見せるってわけですね。こうやって男の子は女の子に騙されていくんだ、怖。はい、続きましてはリップクリームかな。これはリップクリームってことは唇に、そうだね、唇に塗っていきます。そっか、唇にだけ塗るわけじゃないんだ。先にリップクリーム塗ってからなんだね。なるほど。はい、続きましては、ダズショップ、何を売ってるんですかね。ケースの中身はなんかピンク色のなんかですね。目の下ってことはチークかな。そういえばチークで思い出したんですけど、なんかチーク塗りすぎてアンパンマンみたいになってる人たまにいますよね。なんかほっぺた赤いみたいな。あれ見るとなんか失敗しちゃったのかなってなんか思います、ね。
でもルーちゃんはあちゃんと指でなじませますね。はい、合格です。はい、次はこれ何すかね、何か液体ですかね、液体を目の下に塗ってますね。いや危ねえな、朝っぱらからそんな危険なことしなくていいのに。あ、涙袋作ってるのね。いや涙袋なんか適当にマジックでつければいいやん。続いてはこれなんだ、黒いな。あ、またダーズショップ、次は何を売ってくれるのかな。あ、これ ついに口紅っすね。いやまあ個人的な意見なんですけど、口紅の色ってかなり化粧の中で重要だと思ってます。すごいあの口紅の色だけで印象変わると個人的には思ってるので、口紅の色でセンスが、出てくると個人的には思っています。ルーちゃんのセンスは OK です。はい、次は何かキラキラしてますね。蜂蜜みたいなものですかね。個人的には蜂蜜苦手ですけど、蜂蜜レモンとかにするとなんかすごく美味しいと感じます。はい、話脱線しましたね。それを、指につけて舐めて美味しいって、これ化粧動画や。唇をキラキラするんですね。はい、次はなんかつくしみたいなの出てきましたね。つくしわからない人は、ググってみてください。でそのつくしをまつげにつけて、まつげ上げるわけですね。そうやって目を大きくしていくというわけですね。お、化粧完了しましたね。それで、あとは髪を、整えるということなんですけど、虫みたいな触覚をね、ほっぺたにつけて、はい、かわいいルーちゃんの完成です。今回思ったのがね、やっぱり女性はお金がかかるってのと、大変だなって思いました。はい、皆さんありがとうございます。最後まで見てくれてありがとうございます。これからも、私たちの動画、楽しみにしてください。よかったらコメントください。See you next time! バイバイ。ルーちゃん、ルーちゃん、ルーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。みんな見てね。